かがでしたでしょうか。少しでもお助けになったら幸いです。さて、こちらにお便りが届いているということで読んでいこうと思います。ラジオネーム、いもやさん、もうえさん、かなみんさん、いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。私はいつも寝る前に音楽を聴くのが癖なのですが、そんな心を落ち着かせてくれるような曲を歌ってくれるバッドはないでしょうか。そのことです。はい、夜中に音楽を聴くと、どこか切ない気持ちになったりしますよね。そんな今井さんにぴったりな曲知ってますよ。心を落ち着く歌ってくれるといえば、やっぱりこのバンドですよね。はい、シンクレラの皆さん、お願いします。Oh!
私たちはちょっと切ない愛の歌を歌っているバンドです。1曲目にお送りしたのは小柳ゆきさんのあなたのキスを数えましょうという歌です。この曲は失ってしまった恋人への悲しみや後悔を募らせ、忘れたくても忘れられない、あなたのキスを思い出し数えることしかできないという胸が締め付けられるような歌となっております。それに対し2曲目は、ディズニー映画ベイマックスの主題歌にもなった愛さんのストーリーです。辛いことや悲しいことがあっても、大きな壁にぶつかっても、私たちは一人じゃない、友達や恋人、家族、あなたを大切に思ってくれる人が必ずいます。そしてそんな守り合える人がいれば、どんな大きな困難にも立ち向かって生きていけるという、そんなメッセージが込められた歌となっております。早いもので、今回のサマーライブも私たち含め残り2バンドとなっております。ここで一度、あなたが気づいた時、そばにいてくれた人のことを思って聞いてください。ストーリー、あなたに伝えられる